Today is a very blessed day, another good day. Today you're going to receive a very big box. I don't know what is inside there. Let us check and see. Good wine. One more thing that I know, we have another one. They have brought two boxes of wine. Please come and join with us to enjoy. Life is short. Life is what we make it. この前のワインのイベントで買ったワインが届きましたが、忙しくてちょっと玄関にずっと置きっぱなしだったんですけど、今日開けてみました。まずこれが深海でとても美味しくて、まあ、そんなにお値段も高くなくって気に入ったワインで、チリ産のレゼルバーマルベック、ブドウ品種はマルベックです。これは何かな。これはスパークリングワインですね。スパークリングワイン、カバと書いてあるので多分スペイン産だと思います。あとはピーロートさんのワイン、なんだろうな、リースリング。 She's trying to explain different types of wine. リースリングの白ワインです。これは何かな、ビアンコって書いてるので、ブドウ品種はなんだろう、ビアンコかな、忘れちゃいました。ちょっと、まあ、白ワインビアンコロッソで、国はイタリア、イタリアの白ワイン、イタリアの赤ワイン。あとこれがなんだ、何品かな、これはポルトガルのワインですね。ナンバーワンって書いてあるけど美味しいのかな、赤ワインです。これがカベルネフランカルメネールレゼルバーって書いてますね。どこのワインかな。これは、ま、チリワインでした。チリワイン。今回はこのお店とかに出されているこの6種類のワインがだいたい税込みで8000円ぐらいで買ったので全部買ってみました。あとこちらに関しては、あの気に入ったワインということで全て6本売りになってるので、うん、6本買いました。 He's trying to say like that they, we bought like six different types of wine, so now they have reached, we have received them properly, but we got them last time, but we never had time to open this one. Today it is a Sunday, so we are going to enjoy our life. So, how many are they, mommy? Nanko? Zenbu wa nanko? これは6本と6本なんで、12本でだいたい22,000円
だったかな。All, そんな感じですね。They are like 12 bottles,、うん、but we bought、like 20,000. だから一本あたりにするといくらになるかな。1,500円かな。うん、もっと千もっとあれかな。1,000円じゃ1本あたり、まあ、2,000円弱ってことになりますね。うん、まあ、うん、1,800円とかそれぐらいなのかな。2,000円。うん。でもここのピーロットさん本当に品質よくって美味しいので、うん、まあいつもは、まあ、1,000円以下のワインしか飲まないんですけど、これご褒美ワインとしてなんか頑張ったりとかいいことがあった時にちょっと少しずつ少しずつ飲んで大切に飲んでいきたいと思います。あうちは頑張ってあいつじゃくにゃんがいいもいもいいもきせらちとわとわがりんでばわとわとわがりんでがとりふりわるわちとさにせざちいちわなんげジャパンのガーマいただきます。乾杯は美味しい。あれあれマミこれ何ですか。合わせてみました。結構ブルーチーズだけだとあんまりそんな美味しくないんだけど、合わせると結構美味しい。どうですか？まずいですか？美味しいですか？結構ワインに合う。作りましたか？これどういうこと作りましたか？カモブザチのアチフォンギョーティア、How did you cook this one? これは、アスパラが2本ぐらい余ってて、ベーコンもあったので、アスパラ巻いて、アスパラにベーコン巻いて、ブラックペッパーつけて、レンジでチンです。即席。そうか。This one is called カルカプチョ。ちょっと違う、カルカプチョ。カルパッチョは今日はマダイを使っています。マダイのローフィッシュ。そうですね、ローフィッシュでマダイで、あとレモンとかオリーブオイルでローフィッシュチェニャンデイチビス。ドレッシング作って、あとパセリとケイパーのマミアとを散らしました。それは牛タン。牛タン。ノルリミ。タン。うん。これは弟の奥さんがプレゼントしてくれたので、なんか
ワインに合わせたいなと思って今日作ってみる。いやただ焼くだけなんですけど、仙台の牛タンですごく美味しいです。これ何ですか？説明して。今日は、うん、なんかそのカルパッチョを作るためにお刺身買ってきたんですけど、うん、なんか尻尾と頭もなんか盛り合わせであったんですけど、私もう捨てちゃおうと思ったのに、ダンカンがなんかこれボイルして食べたいっていうので、うん、コンソメとあとセロリの葉入れて、仕上げにちょっと飾りにかいわれ大根散らしてスープにしてみました。ありがとうございます。めんどくさいんで捨てたかったんですけど、どうしても頭が食べたかったみたいなので作ってみました。